はい、じゃあやっていきましょう。毎日学習家の林です。よろしくお願いします。今日は、上智の国際教養の一般入試に提出する、まあ、共通学力試験のスコアってところでちょっとお話を、していければなと思います。よろしくお願いします。で、まず試験としては、SAT、ACT、あと国際バカロリアと A レベルを提出できるっていう形になってるんですけれども、まあ、国際バカロリアとか A レベルってのは基本的に1回勝負っていう形ですけど、まあ、SAT とか ACT とかは何回も受けれてっていうふうな形で、まあ、なおかつこの試験そのものの難しさに関しても、まあ、いわゆる IB とか、あと、まあ、イギリスの A レベルに関しては結構割と難しいんですけれども、まあ、SAT に関しては日本人の方結構、まあ、しっかり勉強されてれば、今の点数の200点ぐらいまでは上がっていくなという印象を受けてるのを毎回受けて、あとその出てる参考書とかも、まあ、Amazon で買えるやつは全部買って、で、コツコツ繰り返してやっていくっていうふうなことをやっていけば、点数は上がっていきますので、まあ、そこの部分に関して、そんなにこう、ものすごく、こう、気をつける必要はないかなっていうふうには思っていてっていうところで、まあ、だからそこに関して、なんかこう、特段、なんて言うんでしょう、テストの点数上がらないかもしれないとか、一発勝負でダメだったらどうしようとか、それこそ日本の入試で、こう、心配するようなことを別にあえて心配する必要もないかなっていうところがあるので、そこの部分と、あとまあもう一つが、例えば、理工学部とか受けるときっていうのは、いわゆるその、まあアドバンスプレイスメント、AP のテストとか受けなきゃいけない、サブジェクトテスト受けなきゃいけないんですけれども、まあいわゆる国際教育学部に関してはそういったものもないので、なのでまあそこに関しては、そんなに問題ないかなっていうふうには、今思っているところです。という形ですかね。まあなので、そのテストの点数がちょっと不安とかっていう方は、今のテストの点数と一緒にご相談いただければなとは思うんですけれども、基本的になんかそこの部分で、そんなになんかこう、ものすごく、心配しなきゃいけないような要素っていうのは、あんまりなかったりもするので、それをそんなにこう、過剰に、心配する必要はないかなっていうふうには、今改めて思っているところです。その、はい。